こんにちは、石原海です。と私は今北九州に住んでて、1年前にロンドンから、コロナの状況もあって北九州に引っ越してきたんですけど、この重力の光っていう作品は全編北九州で撮影された作品です。で、北九州に引っ越した理由が、数年前に友達に連れられて、その友達のお父さん、親がこうキリスト教会をやっていて、で全然私はキリスト教に馴染みがない人生を送ってたんですけど、その時に教会の上で、寝泊まりをさせてもらっていて、でその記憶を頼りにイギリスから日本に戻ってきて、どうしようと思って、特にこう住む場所っていうか、帰る場所もないしと思った時に、じゃあせっかくだから、あの北九州で過ごした、教会で過ごした日々に戻ってみようと思って、北九州に引っ越して制作をした作品が、この重力の光っていう作品です。で、1年間教会に通う中で、私自身も割と聖書に興味が出てきて、まだクリスチャンではないんですけど、すごいいっぱい聖書を読んだり勉強していて、で重力の光っていう作品は、そこのキリスト教会のみんなと聖書演劇をするっていう、ドキュメンタリーのような作品になっています。そして時がやってくる。イエスは予告通り弟子の一人ユダに裏切られて処刑されることになる。イエスは捕らえられて処刑される最後の晩に弟子たちと共に食事をした。重力の光っていうタイトルは、シモーヌ・ベイユっていうフランスの哲学者の重力と音調っていう本からタイトルを取っていて、その本は祈りについての本で、こう気を抜くと重力が重たくて落ちてくっていうか、気持ちも落ちてくけど、祈ることでその重力から浮かび上がることができるみたいな、そういう話というか。で、私も教会に行く中で、こう最初は礼拝とか日曜日朝11時からなんですけど、めっちゃ眠くて、眠いんだけど、こう 祈ってこう浮かび上がれるなみたいな思ったことがあって、で割と私自身も北九州に引っ越してからの1年間で、作品とは関係なく私自身の生活も結構変わってったことがあって、物事の考え方とかで、そうしてるうちに教会のみんなと仲良くなって、特に仲良くなった9人と一緒に作品を作りたいと思って作ったものです。で、この教会自体が、の牧師さんが、あの困窮者支援とかホームレス支援とかをしていて、元ホームレスの方とか生活困窮者の方も実際に教会にもいるし、私の作品にも出演してもらって、こうみんなで、そう支援する人も支援されてた側も入り混じりながら作った作品になっています。そういう、みんないろいろきついこととかしんどいこととかあるんだけど、でも愉快な仲間たちで、その愉快な仲間たちの中で、こう結構守られて生活して、守られて制作した作品だなって私は思ってます。で、展覧会自体は、その今回のメインとなる映画、30分程度の映画と、それをそこから派生したとインスタレーションで、 大展示室にはその大きな映画があって、小展示室にはモニターがあって、観客自体もその空間というか、インスタレーションってある種舞台的な装置だと思ってて、その観客自身を舞台に引き上げるみたいなことを考えながら構成したインスタレーションになっています。で、踊り場には今回
映画の中にも出てくれて、実際私も北九州に引っ越してから一番関わりが深い下別府さんっていう仲良しの人に店主役になってもらって、踊り場でみんなを迎えるっていうものになっています。実際来てみないと分かんないことっていうか、仕掛けのようなものが商店実質にはいくつかあるので、ぜひ展覧会自体にも来てほしいなと思ってます。以前の作品は結構映画と美術の間を両方行ったり来たりしながら制作をしていて、毎回割とその社会問題とか政治的なことを私個人がすごい興味あるので制作に作品に反映してるつもりなんですけど、まあ、直接的になんかこういいことをしようとかそういうのじゃなくて、むしろその、まあ、ある種社会からはみ出た人、私も絶対そうで、今日とかも朝1時間ぐらいここに来るのに遅刻して困らせたりとかなんかするから、その、まあ、遅刻だけが社会から弾き出されたって言ったら乱暴だけど、社会から弾き出された人とか傷ついてる人とか、なんか私自身もそうだから人に言えないこともいっぱいあるし、だからそういう人たちが生きてることを許されてるっていう気分になるような、もっと言えば肯定されてるような作品を今までもそのつもりで作ってきたし、今回の重力の光もそうだし、これからもやっぱり考えてることはあんまり変わんないっていうか、なんかそういう気持ちで作品を作ってきています。